はい。どうも、こんにちは。少年忍者のトヨドリクトです。ということで、今回は久しぶりに、アイランド TV 撮っていきたいと思います。はい。もう、あれですね。久しぶりなんで、近況とか、あーまあ、質問返信とか、したいな、したいなと思います。はい。ということで、近況ですね。もう、皆さん、わかると思いますけど、髪の毛切りましたね。はい。もう、バッサリと、あの、長、こんぐらいまであったんですけど、 めっちゃバッサリと切りましたね。はい。ということでね、あのね、そう、やっぱり、まあの、横浜アリーナのやつを見てたら思ったんだけど、いや、すーごい髪の毛長かったよね、あれ。もう、踊っててワッサワッサしてたからもう、あれは面白かったかな。うん。なんか、すごいよね。あれ。歌かっこいい。歌かっこいいし、俺あれ好き。はい。ということで。 えーね、あとね、もうね、髪置き切るとね、なんか、めっちゃ短くなるじゃん。したらなんか、俺、めっちゃ動画って言われるから、まあ、そう、動画って言われるけど、まあ、嫌じゃないかなって感じですね。はい、嫌じゃないです。はい。で、そうですね、まあ、そう、二ヶ月ぐらい、休みあって、まあ、結構有意義な、 二ヶ月間じゃなかったかな、だったかなと思いますね。はい。ということで、質問返信を何個かします。プールと海ならどっち派ですかはい、これはもう断然僕泳げないんで、もう全く泳げないので、もう海で,ですね。はい。海でゴロゴロしてたい砂浜で。えー、っと、苦手な食べ物を教えてください。苦手な食べ物。苦手な食べ物はもうあんこですね。あれはもう食べれない。絶対に食べれないですね。 もう、あれはやばい <laughs>。はい。ということで、次。えー、リクト君は左利きだと思っていたけれど、塗り塗りきで右手で綺麗に使っているのを見てびっくりしました。今は両利きですかあいや、両利きじゃないですね。普通に左利きです。ただ、右手がすごく器用ってだけですね。はい。全然文字とかは左じゃないと書けないし、箸も左じゃないと食べれないって感じですね。はい。<laughs> えー、リクト君はレモンティーやミルクティーなどどんな紅茶の飲み方が一番好きですかあ、もう、これミルクティーですね。もう、ミルクティーしか飲まないし、ミルクティーしか飲んだことないかな。そう、だから、別に、挑戦していないだけだけど、俺はもうミルクティーしか飲まないし、飲んでないみたいな感じですね。はい。ということで、今回はこんな感じで、はい、これからも活動とか再開されたりすると思うので、 これからも頑張ります。ということで、少年忍者の豊田力リトでした。バイバーイ。アイア